こんにちは、ナレッジキャピタルの松川です。皆さん今日もご視聴いただきありがとうございます。はじめに、このプログラムをお送りしているナレッジキャピタルの紹介をさせていただきます。まず場所ですけれども、JR 大阪駅の北側のグランフロント大阪という、施設の中に入っています。グランフロント大阪も大きいですけれども、このナレッジキャピタル、ナレッジキャピタルだけでもデパート1軒分ぐらいの、広さがあります。ここにイノベーションを生み出すための様々な機能が揃っています。100社を超える会社、大学、研究機関の人が交流しながら日々様々なものを生み出しています。今回お送りしているナレッジキャピタルのスプリングエクス小学校では、スタートアップのための新しい学び、そして他にもいろいろなプログラムをお送りしています。研究者、アーティスト、そして我々一般の生活者も混ざり合うすごく面白いところなので、ぜひ遊びに来てくださいね。詳しくはですね、プログラムの最後で、動画で紹介しています、そちらも興味のある方はぜひご覧ください。さて早速プログラムに入っていきたいと思います。本日のスプリング X 小学校はシンギュラリティサロンアットスプリング X 意識と想像力というテーマでお話しいただきます。そしてここからはですね、我々ナレッジキャピタルのリサーチャー、株式会社ズームス代表の安田篤彦さんに進行をお願いしたいと思います。それでは安田さん、よろしくお願いします。はい、松川さんどうもありがとうございます。安田です。今日はあれですね、いつもの動画がないんで、いつも、ね、登場が早くなってしまいましたけれども、その分ちょっと緊張してます。ということでもないんですけど。とにかく、始めてまいりたいと思います。今日はですね、タイトルは意識と想像力ということで、講師は武田行先生をお迎えいたします。ですね、ちょっと今映るかな。実はここに本がありまして、これ武田先生の書かれた本なんですけどね。脳は物理学をいかに作るのかというようなタイトルなんですけど、まあ、このタイトルからわかりますように、武田先生はもともとは実は物理学者で、特に素粒子関連の分野を研究されていたということですが、後年、この脳科学の方に移られまして、後年は、脳科学の方を主軸に研究やまた著書を書かれたりということをされてきたということです。とにかくすごい先生なんですけれども、そのすごいところは松田先生から後ほど、より詳しくご紹介いただくということにしまして、今日はその物理学者であり脳科学者である武田先生から意識と想像力というですね、非常にチャレンジングなタイトルなんですけど、を語っていただけるということで、非常に楽しみにしております。ということで、今日はですね、スプリング X じゃなくて、シンギュラリティサロンについて、いつもの通りちょっと簡単に説明したいと思います。私たちのシンギュラリティサロンというのは、技術的得意点と呼ばれるこのシンギュラリティですね、まあ、様々な側面から語って、多くの一般の人々に、いろいろそこで知ってもらおうということを目指して活動をしております。まあ、この技術的得意点シングラリティというのは、言うまでもなくですね、AI が、人工知能の能力が、人間の能力を上回る。そして、それによって、科学技術や人類社会に大きな変化を及ぼすというものだと私たちは捉えています。このためいろんな方をお招きして、今日の武田先生のような脳科学の先生から AI を開発されている方などいろんな方にご登壇をいただいております。そして今日のスケジュールですけども、これもいつも通りですね、前半はご講演、武田先生に本日はご講演いただきます。これが約1時間ありまして、その後は、時間が許す限り質疑応答と、それからいつものメンバー、松田先生、塚本先生、そしてセイラー浩二さんにとご登壇いただいて、座談会といいますかね、みんなでこう語り合う場を設けたいと思います。終了は3時半ごろ予定してますので、最後までお付き合いいただければと思います。ということで、最初に本日のご登壇いただくメンバーに登場していただきたいと思います。皆さんお願いします。武田先生、そして松田先生、塚本先生、セラコさん、こんにちは。お願いします。はい、武田先生、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田先生、今日はあれですか、ご自宅ですか？いえ、
横浜国大です。あ、大学の今、研究室があるんですね。はい、そちらから、どうも、よろしくお願いします。あとは、なんか今日は意識というテーマなんですけど、セーラー小路さんの方はいろいろと、あれですか、やはり聞きたいことが。もうめちゃめちゃありすぎて大変ですよ。もう聞きたいほどのことが山ほどあります非常に楽しみにしてます。非常に楽しみに、はい、今日も意識テーマですからね、はい、いつも通り、まあ、ちょっとなるべく時間に収まるようにお願いします、はい、ということでじゃあ早速その松田先生の方からご紹介をいただきましょう。松田先生の方から、よろしくお願いします。はい、そもそもですね、まずね、なぜ武田先生を呼びしたかという話なんですが、私は実はNPO 法人アインシュタインというものにの副理事長をやったんですが、でそこにね、出入りしてた日下君というドクターの学生が、実は武田行先生の息子さんの武田淳先生が横浜国大の教授でおられるんで、実はその日下君という人がそこに行かれたんですよ。でそれで武田行先生に関しては私はもともと非常に関心を持っておったので、それでまあ草加君を通じて武田淳先生を通じて武田行先生とコンタクトしたと、まあそういう話です。さて武田行先生は、まあ、ここに書きましたね、1924年東京生まれと、24年ですから現在97歳なんですね。で専門は理論物理学素粒子論で、1946年東京帝国大学理学部物理学科卒業、1950年同大学院中退、神戸大学助教授、神戸大学助教授ですから、私は神戸大学の名誉教授で塚本先生は神戸大学の現役教授ですから、そういう意味で武田先生はまあ我々の先輩に当たるということなんですね。で東京大学原子核研究所教授、同所長、東北大学理学部教授、同理学部長など歴任と、で現在東京大学東北大学名誉教授、主な著書に素粒子、場の理論、物理科学への招待、形の科学、脳と物理学、消化簿、脳と力学系講談社、脳は物理学をいかに作るのか、岩波書店、脳はいかにして数学を目指すのか、丸善出版などとありますが、実はですね、私は1965年に京都大学理学部 の大学院、理学研究科の大学院修士課程に入ったんです。65年にね。で、最初入った時はね、素粒子原子核理論という研究室に所属したんですよ。まあ、ちなみにその次の年には天体核物理学というところに移って、まあ、天文学、宇宙物理学の、まあ、シフトしたんですが、最初入った時はまあ素粒子原子核やりたいと思ったと。で、その時にですね、ちょうどその頃に武田行先生が書かれた本がありまして、それが素粒子物理学という、まあ、ここには書いておりませんが、消化簿の教科書があったんですよ。つまりね、私が大学院に入った時から、まあ、武田行先生はすでに素粒子論における大家で荒らせられたわけです。で、かつ、まあ、同じ頃に東京大学の、あるいは原子核研究所の所長になられたというわけで、まあ、極めて、まあ、私から見てですね、偉い先生なわけです。で、ところがですね、まあ、私の先ほど言った NPO アインシュタインの副理事長をやってるんですが、理事長が坂東正人先生という方なんですが、この坂東さんが武田行先生、まあ、坂東さんは素粒子の専攻なんで、そういうわけで武田行先生、まあ、よくご存知だということで、で武田行先生が 脳神経科学やっておるよということを、まあ、坂東さんから聞いたんですよね。で実は我々は、まあ、私はですね、秘密、まあ、ここ秘密研究所と呼んでるんだけど、そこで小林さん、寺小路さんなんかも含めて勉強会やったんですよ。で何やってるかというと、まあ、脳神経科学と、それからまあ機械学習、まあ、俗に言う人工知能ですね、まあ、そういうことの勉強会やっておると。で、そういうことで、でかつさっき の武田行先生 との間接的なつながりということで、まあ、私は非常に関心を持ったと。で、武田行先生は、すでにですね、我々の勉強会で2回も講演をしていただいたんですよ。それも3時間に及ぶね、長大な
あの話で、まあ、私も小林さんもですね、非常に感銘を受けたわけですよ。何がすごいかといって、まあ、皆さん方もまあお分かりと思いますが、97歳のご高齢でこれほど頭脳明晰なのはすごいと、まあ、私もそうありたいと。で、実は2045年シンギュラリティが来るという前提で、その時に私と塚松先生とですね、セーラー小石さんでシンギュラリティ祭りをやろうと思ったんですが、その時私は102歳になる予定なんで、ですから その時点まで、あの脳が明晰で折れるかということが、まあ、問題なんですが、武田先生が一つのね、非常に良いあの、まあ、見本になるということで、私は今回の話は非常にあの関心を持って、期待を持って、おります。それでは、武田先生にお話をお伺いしましょう。じゃあ武田先生、よろしくお願いします。はい、今ご紹介いただいた武田です。今日は、意識と想像力という題で、話をさせていただきますが、実はですね、脳は非常にたくさんの神経細胞、ニューロンの集まりで、そのニューロンのことについては、非常に多くのことが分かっておりますが、今日聞かれる方々はある程度神経細胞ニューロンの構造と機能について、あるいはニューロン同士がどういう情報連絡をしているかについてご存知とは思いますが、まず念のため数分間ニューロンについてお話をしてから本題に入りたいと思います。で、最初の図をお見せしたいんですが、図が出ますか？あ、はい、次お願いします。次の図を。はい。ここに、ニューロンの図が書いてあります。で、なんとなくご存知かもしれませんが、この真ん中にニューロンの本体といいますか、遺伝子の入っている、ニューロンの神経細胞の本体がありまして、神経細胞は他の体の細胞と非常に違うところがありまして、たくさんの繊維といいますか突起が出ております。で、この本体から、こういういろいろ短い突起がたくさん出てまして、ここに樹状突起、木の枝のような突起が出てたくさん枝分かれしております。で、この樹状突起というのは他のニューロンからの情報を受け取る入力繊維でして、その情報がこの本体に集まって本体で処理をして、そこから、別のニューロンに情報を送るんですが、一つだけ長い突起がありまして、これなんですが軸索と言ってます。で、軸索も枝分かれをしてまして、その枝の先が他のニューロンの入力繊維と非常に接近しておりまして、そこで情報を伝えてると。で、その情報を伝えるところをシナプスと言ってますが、例えばここですね、ある細胞からの出力繊維と、それからこの細胞の入力繊維がほとんどつながっているところをシナプスと言ってます。まあ、シナプスはいろいろありまして、この細胞からの出力繊維がここの細胞本体の膜とほとんど接触してまして、ここもシナプスなんですが、シナプスを通して情報連絡をしているということがよく分かっています。で、どんな情報を送るかと言いますと、この出力繊維を通して、ここに書いてありますが、電気的なパルス信号を送ってるんですね。
これは時間でして、時間の経過とともに次々にパルス信号を送って、そのパルス信号がシナプスに到達しますと、このシナプスを横切って、ある神経伝達物質という化学物質がこちら側に移りまして、それによってここの受け取り側の樹状突起の樹状突起に電気的な変化を起こし、それがここの本体で集積されて、その集積した具合によってこういうパルス信号を次々に出すと。でここに神経細胞の内側と膜の内側と外側では電位が違いまして、中の方がマイナスで外側がプラスで、その差がマイナスの70ミリボルト、マイナス 0.07 ボルトぐらいの、電位差があります。それでこっからこういう信号がやってきて、その信号が十分な強さの時は、この膜電位っていうんですが、マイナス70ミリボルトが少し上がりますと、こういう信号を出すということが分かっておりまして、この信号を通して、情報連絡をしているというのが、現在分かっている、ニューロンの役割です。で、面白いことに人間だけじゃなくて、猿、犬、猫等全ての哺乳動物、また哺乳動物だけでなくて、ほとんどの多細胞生物ね、で神経細胞を持っているものはほとんど同じ仕組みで、細胞間に連絡をして情報処理をしているということが分かっております。ちょっとだけどれだけのニューロンが私どもの頭の中にあるかをお話ししますと、頭蓋骨を開けますと、その内側に3つの膜がありまして、硬い膜、蜘蛛膜、柔らかい膜、その膜の内側に神経細胞が集まって、厚さ2ミリぐらいの大脳皮質という神経細胞の集まりがありまして、広げると新聞紙1枚ぐらいなんですが、そこに大雑把に言うと約140億個のニューロンが規則正しく並んでるって言います。その大脳皮質の内側にはいろいろな神経細胞の集まった組織がありまして、視床、見る床、それから大脳基底核、大脳基底核の他に大脳辺縁系、そこには記憶装置である海馬等が含まれるんですが、いろいろな神経細胞の集まりが大脳皮質の内側にありまして、それらの構成しているニューロンを合わせると、まあ大雑把に言うと大脳に300億、それから人間は小脳、小さい脳を持ってますが、小脳にはニューロンが700億、小さい割に大脳よりたくさんあるのは小さい神経細胞がたくさんあるせいでして、合わせて1000億の神経細胞から構成されているのが私どもの脳です。地球上の人口と比べると、地球上の今の人口は7、80億ですから、地球に住んでる人よりは十数倍のニューロンが私どもの頭の中にある。それからニューロン同士情報連絡をしているわけですが、先ほどの信号を使って情報連絡をしてますが、
1秒間、個々のニューロンは大雑把に言いますと約1万個の他のニューロンとシナプスを通してつながってまして、そして1秒間に働いているときは 4,50 回の、その信号を出して情報連絡をしている。ものすごい数の情報が飛び交ってまして、これは私どもが1日起きていると、例えば1日10人ぐらいの人と会話をするかもしれません。その人間の密度と会話数に比べると脳の中では圧倒的に多数の情報連絡が行われているということになります。さて、ここに入った第2番目の図ですが、これは大脳皮質140億個程度のニューロンがそれぞれの場所で、例えば1万個ぐらいのニューロンがそれぞれの場所で特定の情報処理をしてまして、そういう情報処理をしている異なる場所をつなぐのが、先ほどの出力繊維である軸索です。で、軸索が1万個ぐらいのニューロンの軸索が束になっていろいろな局所領域をつないでいる様子を漫画化して示したのがこの図です。ですから脳は極めて複雑な組織でして、そんなものを調べてわかるのかと言われるとわかることもありますが、わからないことが圧倒的に多いの。で、その中の意識と想像力という話をこれからさせていただくことにします。それで、ニューロンの構造や機能については、詳しくお話しすると時間がないもんですから、何かの参考書を読んでいただければ、それぞれ詳しく書いてあると思います。さて、これから本題に入りますが、意識とは何かと言われると、脳科学者でも、科学的に、論じるのは非常に難しいもんですから、20世紀の一番後半まで、1990年代までは、脳科学者の間ではまだ科学的に意識の問題を議論するのは早いという意見が大多数でして、初めて1995年に意識とは何かという国際会議がアメリカで開かれました。2年おきに開かれてるんですが、第3回目1999年に東京の青山にある国連大学の分校で第3回の意識の国際会議が開かれまして、どういうわけか、日本側の組織委員が日本の物理の研究者にも話をさせようということになったらしくて、私は頼まれて意識とは何かという題で30、40分ほどの話をすることになりました。1年前に言われたもんですから、まあ1年あればなんとかなるかと思って引き受けたんですが、まあその際良かったのは、講演が終わった後でいろいろな著名な脳科学者と特に意識についていろいろ雑談をすることができて、まあ私の意識の研究の始まりであったかと思います。さて、意識とは何かと言われると、いろいろな意見があると思いますが、意識を4段階に分けてお話しすることにいたします。で、一つは覚醒、目覚めてるという。もう一つは気づき、情報に気づいてる。その次は何て言いますかね、その気づいていることに注意を払っている注意の状態、それから最後に自己意識って言いますか、自意識、つまり
気づいて注意している情報を、自分の過去の経験あるいは現在の考え方と照合しながら認識するという状態でして、つまり、認知作業をしているのは自分だということが分かっている状態を自意識の状態ということにしまして、そこで覚醒、それから気づき、注意、自意識という状態の4つに分けてお話をしたいと思います。で、覚醒状態というのは脳が外からの情報を受け入れている状態でして、これは起きているときはいつも覚醒状態にあるわけですが、寝てるときはどうかと言われると、後で少しそれについて触れることにいたします。で、覚醒状態の次に気づいてるかどうかということなんですが、いろいろな情報が耳や目を通して入ってくるんですが、ほとんどの情報には多分脳は気づいておりません。気づいたら大変なことになる。それで気づいてる時と気づいてない時とどう違うかという実験はたくさんありまして、でこの図には、人に単語を見せて、つまり目に見える言葉を単語を見せて、その時に見せる状況によってほんの短い時間パッと見せると、気づかない場合が多いんですが、あるいはある時間パッと見せて、その後でもっと強い刺激を見せますと、後で見せられた刺激のおかげで最初に見せられた言葉のには気づかないということがありまして、まあいろいろな実験で気づいた場合と気づかない場合の状況を A 図に書いてあります。これは単語を見せた時ですが、それで右側は気づかない時でして、単語の形を認知する脳部位がありまして、ここら辺なんですが、単語の形、単語を認知するところ、視覚情報を認知する、ここだけが活性化して色がついております。一方、この単語を気づい、何という単語かが気づいたときは、ここに相当するところも働いてるんですが、その他広い範囲で、これは左の脳ですが、広い範囲で活性化して色付けがしてあります。気づいてるときは、その気づくと、情報を処理する最初の部位以外にも、相当広い範囲の脳が活性化しているというのが、気づいていることの一つの証拠になります。真ん中に書いてあるのは、機能的 MRI という方法で、活性化しているところには、非常に血流量が増える。血を多く、あるいは酸素を多く供給しているということが分かってまして、その血流量を測定して、どの部位にでが活性化したかを測定する方法が、機能的 MRI という方法で、どっかが働いてますと、そこに血流量が少し増えた状態で血が流れていくんですが、血流量の増加はゆっくりしてまして、読めるかどうか分かりませんが、これは秒単位でして、5、6秒で血流量が増えて、また5、6秒で元に戻るというようなゆっくりした変化を示します。で、この血流量の変化は気づいた時でして、血流量の変化が大きくて5、6秒して最大になって、また5、6秒して元に戻る。気づかないときは血流量の変化は小さいという、これとこれを比べていただけば分かるんですが、要するに気づきの状態は
もう一度繰り返しますと、その情報を処理する場所だけでなくて、広範囲の脳部位が活性化して、その活性化の程度は非常に、大きいと、そういうことで、ビーズは、言葉を聞かせたときでして、言葉を聞いたときは、単語を短い時間しゃべりますと、あまり聞き取れなかったり、小さい声で聞き取れない場合があるんですが、何の単語かが気づかないときは、これは聴覚野で音の情報を処理するところは働いてるんですが、他のところはほとんど働いておりません。それに対して、気づいた音声の場合には、この聴覚野に相当する部分の他に非常に広範囲の部位が広がっていることがわかります。まあそういうのが気づきの状態であります。で、次に移らせていただきますが、次の図は、はい。これは、リベットという人がちょっと変わった実験をしてまして、これはロシア生まれで、アメリカのカリフォルニアで研究をしている面白い人なんですが、一体、人間について、この自由意志っていうんですか、何かをしたい、自由にその何かをしたいと思って自由意志を行動に移すというようなことがあるのかどうかというようなことを調べておりまして、面白い実験がいろいろあるんですが、一つだけお話をする。目の前に時計がありまして、この時計ではこの黒い点が一回りするのがだいたい2秒半でして、 2.5 秒で一回りする早い時計が目の前に置いてあります。それで被験者っていうんですか、実験に参加する人に、自分の手首、を自由な時に、動かそうと思った時に動かしなさいと、そういう指令を出し、非常に簡単な実験なんですね。そうすると、その人は、まあ適当な時にパッと手首を動かすんですが、動かそうと思った時の時間を、この時計を見て測ってもらうんですね。一回り 2.5 秒ですから、相当正確に時間を測れます。で、何度も繰り返すと、0.02 秒ぐらい、20ミリ秒ぐらいの精度で、被験者はこの時計を見て、動かそうと、手首を動かそうと思った時間を測ることができます。それで実際手首を動かしたときに、この手首を動かす運動野っていうところがあるんですが、そこに電極を配置しておきまして、いつその手首を動かす運動野の神経細胞が活動を始めたかをリベットは調べたの。人間の頭に針を差し込めるかと言われるとあれなんですが、いろいろな患者さんがいまして、治療の都合で一時的に、ちょっと、頭蓋骨の一部を取り除いて針を差し込むというようなことをできる場合もありまして、いろいろな機械を使ってそういうことをやっておられるんですが、ともかく、この勝手な時に手首を動かす、いつ動かそうと思ったかをこの時計で測る。そうしますと、それよりは 0.5 秒程度前に、すでに運動や、この手首を動かす運動やのニューロンが活動を開始していることが分かっております。この種の実験から、実際人間が何かしようと思った意思に
気づくにはそういう意思が 0.5 秒程度続いた後で初めて気がつくのか、あるいはそうでなくて意思の以前にすでに運動が始まってて、運動が始まってから初めて動かそうと思ったというに気づくのかという問題がありまして、意見が割れていますが、ともかくある程度認知するのに時間がかかるということを、理解していただければ幸いだと思います。さて、次のページに移りますが、意識状態を4つお話ししましたけども、意識状態を測る一番簡単な方法は脳波を測ることである。脳波の普通は頭蓋骨の頭の上に40個ぐらいの電位を測る電位計を設置しまして、その電位を測ってどこら辺の脳のどこら辺が働いてどの程度活性化しているかを測るわけですが、もう少しちゃんと測ろうと思えば頭蓋骨の上に電位を測るんでなくて、できれば針を差し込んで、そうしてニューロンの近くまで持ってって大脳皮質の中に針を差し込んで、針の先の筋棒にあるたくさんの神経細胞の働きを脳波として測定する方がいいわけで、猫や猿や等を使ってそういうことは行われてまして、人間の場合には例外的に行われてますが、いずれにしても脳波を測るという方法がある。で、この図は眠ってる時の脳波でして、これは起きてる時、それから眠りは普通4段階に分かれてまして、浅い眠りからだんだん深い眠りに移って、深い眠りからまた浅い眠りに行くということを普通4回ぐらい繰り返すのが寝てる状態であります。それで、その起きてる時と寝てる時とでは脳波の状況がだいぶ変わりまして、眠りが深くなるにつれて脳波が振幅が大きくなり、同時に周波数って言いますか、揺れがゆっくりになり、ゆっくりと揺れて大きな振幅になるのが、深い睡眠でして、でいろいろな段階の脳波の様子がここに書いてあります。それでサマリーとして、ここに第1から第4段階の脳波の様子を大雑把に書いてありまして、で、どういうような周波数の、脳波が出るか、それから針を差し込んだ時のどれぐらいの振幅の脳波かというようなことが書いてありまして、それから脳波の名称が書いて、でこれらのことはよく調べられてまして、睡眠についてはできれば参考文献にホブソンさんというのはハーバード大学の医学部の教授ですが、彼が睡眠と眠りについての本を書いてまして、まあこういうことが詳しく書いてあります。それからこれは眠りの状態なんですが、起きてる時いろいろな波が出るわけですが、その状態が、ここに書いてあります。それでいろいろな意識状態で周波数が変わりまして、それで、ガンマ波というのは一番一生懸命働いている、で何か意識的に
気がついて意識的に処理してる時でして、大雑把に言いますと 40Hz ぐらい、それからベータ波というのはもう少しゆっくりした波でして、何かに注意を払って注意の信号をその情報処理してるところに送ってる波だと思われてまして、ベータ波というのが書いてある。もっとゆっくりしたアルファ波というのはなんかこうリラックスした状態でして、例えば禅寺で、修行してる時なんかはこういうアルファ波が非常に多い状態。それからもっとゆっくりしたテータ波というのがありまして、眠気のある意識状態と書いてありますが、それからもっともっとゆっくりした、波の状態がありまして、1Hz から 0.1Hz ぐらいで、これはぼんやりした意識状態。まあいろいろな意識状態を簡単に知るには一応脳波を測ればいいと、まあそういうつもりで、でそれぞれの状態が寝てる時と起きてる時でどんな状態を表すかを書いたのがこれですね。参考文献としてはホブソンさんの本を読んでいただければわかると思います。で問題はこのぼんやりした状態 0.1Hz と書いてありますが、後でお話ししますが、ぼんやりした状態が非常に、想像力、画期的な新しい考えを生み出す想像力に関係してるんでないかという意見が強いもんですから、まあここにぼんやりした状態を特に書いてあります。さて次に、次の図ですが、寝てる時の話をちょっとしないといけないんですが、寝てる時は覚醒状態ではありませんが、どういう状態かと言いますと、外からの情報をあまり効率的に受け入れてない、視覚や聴覚情報を完全にシャットダウンしてるわけではありませんが、非常に受け入れ方が少ない、それから行動もしてませんから外への動きが少ない、そういう状況で、じゃあ何をしてるかということなんですが、例えば寝てるときと起きてるときの血流量の変化等を調べますと大して変わってないんですね。例えば酸素の供給量は寝てても起きてるときの 90% ぐらいありまして、ほとんど変わってないんですね。それでどうも寝てるとき、寝ないとですね、寝てる間に起きてる間のことを忘れるんじゃないかと言いますけども、例えば試験勉強をしてるときに一生懸命前の日に試験勉強をして、それを徹夜して覚えてるとかえって脳が疲れてうまくいかないんですが、ちゃんとぐっすり眠ると、ぐっすり眠ってる間には前の日に勉強したことを忘れるというよりは、むしろよく覚えてて、そして思い出せるというようなこともありまして、でなんでそんなことが起こるかという、つまり寝てる間にもある程度学習をする、それから、昼間覚えたことの記憶力を良くする、それからもしかしたらいらない、不必要な記憶を消去すると、いろいろなことが言われてまして、で多分そういうことをやってるんだと思いますが、この図は、ネズミが、左から右まで 2メートル半ぐらいあるんですが、ここに餌が置いてありまして、この餌を取りにここから左から右に走る、だいたい 2.5 メートルを5秒ぐらいで走ってまして、1秒間に50センチぐらい走って餌を取るんですね。
で、場所細胞っていうのがありまして、ネズミの海馬、記憶装置、記憶部位のところに、場所を、居場所をコードする神経細胞が非常にたくさんありまして、ある神経細胞は、これは、長方形の部屋の中でネズミを放しますと、ネズミがここに来た時だけ活性化する場所細胞、あるいはネズミがここに来た時に活性化する細胞、あるいはここに来た時に活性化する細胞、いろいろな居場所をコードする神経細胞、場所細胞と言ってますが、場所細胞がネズミの海馬にありまして、で、場所を、居場所をコードしている。それで、この場所細胞の5つを取り出しまして、ネズミが左から右に移ったときに、この場所細胞がある、この細胞はここら辺にいたとき、この細胞はここら辺にいたときというふうに、どこで信号を出して活性化したかがわかりますから、この活性化した場所を書いてあります。そうすると、移動するについて、この細胞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 の順に、順序よく活性化していることがわかります。で、このネズミを寝かせ、別の場所に持ってって寝かせますと、ぐっすりと眠るんですが、ぐっすりと眠るときの、この4つの細胞の様子を針を差し込んだまま調べてみますと、ぐっすり眠ってる間にこの順序で4つのニューロンが、場所細胞が順序よく活性化するということが分かっております。実は4つだけでなくて等ぐらいを調べてるんですが、で、そういうわけで寝てる時に昼間の行動を繰り返し思い出しているという明らかな証拠が、ネズミについてあるわけで、ネズミは寝てる時じゃなくてここで餌を食べてる時に休むんですが、休んでる時も同じことをしてまして、休んでる時も寝ている時も、昼間の行動を繰り返し思い出してる。で、どうしてどんな時に思い出してるかって言いますと、脳波を測ってやりますと、2秒間に1回程度非常に速い脳波が出ることがありまして、これは100サイクルとか200サイクルぐらいの鋭い波っていうんですが、ネズミの海馬の場所の脳波を測ってやりますと、ものすごく早く揺れる時が2秒間に1度ぐらいあるんですね。で、0.1 秒程度続くんですね。そこで、研究者はそんなに早く振動してるから何かしてるんだろうということで、寝てる時のこの場所細胞の行動を測った人たちがいまして、その一人は MIT のマット・ウィルソンさんという人なんですが、ちょっとそこの研究室に遊びに行ったことありまして、ウィルソンさんにこの実験を見せてもらってなるほどと思ったんですが、どうも、ネズミはこういうことをしてる、ネズミがしてるぐらいですから多分人もしてまして、ただ人でこういう実験をするのは難しいので何を思い出しているかはわからないんですが、大雑把に言うと人は昼間のことで大事なことを深く睡眠している間、あるいはぼやっとしている間に、時々思い出して、それを記憶を強めているんでないかと思ってまして、そういうこういう話をさせていただきました。で、次の図をお見せ。それでいろいろな意識状態があるんですが、意識状態をどうやって切り替えてるかという問題があります。長く起きてればいずれ眠くなるし、
長く寝てればいずれ起きるから、そんな意識状態の切り替えっていうのはなんとなくゆっくり起こってるという意見もあり得ると思いますし、意識状態の変わるためには脳の働きの広い範囲でコントロールしているいろいろな化学物質がありまして、で代表的なのはセロトニン、ノルアドレナリン、それから、まあ、いろドーパミン、アセチルコリンと4種類ぐらいの神経収縮物質っていうんですか、ある細胞の集団から放出されて広い範囲のニューロンに、その放出された神経収縮物質を送って、そこの働きを制御する神経収縮物質というのがありまして、で4種類ほどあることが知られている。もしかしたら神経収縮物質を使って、そして、そのいろいろな意識状態の切り替え、あるいは起きてる人を眠らせる、眠ってる時でも夢を見させるか夢見かをやめさせる、あるいは起きて寝てみてる人を起こすというような、そういう意識の切り替えにこういう、4種類の神経収縮物質を放出する細胞集団があって、その放出によって意識の切り替えを行っているかどうかというのが問題なんですが、答えはイエスでして、ある程度行ってまして、それでその、ここに図がありますけども、脊髄から、大脳に行く間に脳の幹、脳幹というんですが、脳幹にいろいろな組織がありまして、見えるかどうかわからないんですが、脳幹の円髄、これが円髄ですね。それから中脳、端という、円髄、中脳、端、端って胸って読むんですが、そういう三箇所、脳の幹の重要な場所を三箇所書いてありまして、この三箇所に先ほどお話しした神経収縮物質を放出する細胞集団がありまして、そこの収縮物質を放出することによって意識の切り替え作業をしているということがある程度分かっている。それからここに視床というところがあるんですが、一体いつそういう意識の切り替えをするかといういつかという時計がもしかしたら必要で、脳の中に時計があるかどうかというのですが、外日時計、大雑把に一日を測る外日時計と呼ばれている時計に相当する細胞集団があることが分かってまして、で多分多くの方が自分の脳の中に時計がある、自分の脳の中に意識を切り替えるような組織があるということはあまり聞かれたことがないとは思いますが、まあそういうものがあるということをお話しして、切り替え作業を行う脳幹のニューロン集団について次の図をお見せすることにいたします。でこれですけどもね、これは毛様、中脳の毛様体って書いてありますが、毛様体っていうのはこういう神経収縮物質を出す細胞はなんか見たところ網の目のような格好をしてまして、もちろんそれは一個でなくて集団なんですが、で毛様体と言ってるんですね。中脳の毛様体を電気的に外から刺激してやりますと、そうすると
視床と大脳皮質ですね、これがいろんな情報処理をするところですが、ここを刺激すると、ここから神経収縮物質が出て、多分ノルアドレナリンが出て、ここを活性化しているということ、様子が分かってまして、その活性化の様子は刺激を与えると、この振動の様子がもうちょっと少し変わったというような形で確かめることができます。で、次の図はお願いします。次の図は、これは延髄にある毛様体でして、延髄も脳幹の一部でして、ここを電気刺激しますと、ここから神経が筋肉を動かす方向に出てまして、で、ここで別の細胞とシナプス結合をするんですが、ここを刺激してやりますと、ここから神経収縮物質が出て、そしてここのシナプス部位で、別のニューロンとつながっているんですが、これが抑制性、ここの働きを抑制するような、つまり、膜電位をマイナス70ミリボルトからもっと下げまして、この働かなくするんですね。そうするとこの筋肉を動かすということをやめてしまいまして、ここへ刺激をした後、刺激する前に筋肉が動かす細胞がこれだけ働いてるんですが、働かなくなった様子が書いてあります。で、こういうことは起きた時には、起きてる時には決して起こりませんで、睡眠をしてる時に、ここの延髄の神経細胞が働いて、ここのシナプスを通して筋肉を動かす細胞の働きを停止して筋肉を動かさなくなる様子がここに書いてあります。非常にたくさんのこの種の実験がありまして、なんとなく意識の切り替えにはこういう機能が働いているということをご理解いただければ幸いだと思います。じゃあ次をお願いします。さっきの話ですが、時計はですね、24時間、だいたい一回りしてるんですが、時計の話をちょっとだけしますと、実はある人を全く外から隔離されて、いや、電気や水道や食料は置いてあるんですが、全く一人ぼっちにして、24時間一日、その生活させますと、外の様子が全くわからない、外の音がしないという状況では、一日はだいたい25時間に伸びることがわかってます。24時間で起きたり寝たりするわけですが、その25時間は、実際に外に出たりしますと、外の様子で24時間に調整するんですが、その25時間時計があるということは、そういう実験からもいろいろと分かっております。で、25時間時計から先ほどの神経収縮物質を放出する脳幹の細胞に、どんな信号がどういう形で行われているかというのは、残念ながらよく分かっておりません。さて、次は気づきについてお話をしたんですが、その次にお話しするのは、注意っていうのはどういうことかというわけですが、大抵の情報には人は気づいてないんですが、それにまず従って、注意も払ってないんですが、注意を払うということは気づいてる情報に、注意を向けて、その情報を少し長く保持をして処理をするということでして、注意をするというのは大変重要なことなんです。
で、脳には注意のネットワークというのがありまして、注意をするときに必ず働いて、そうして必要なところに注意の信号を送るっていうんですか。で、注意の信号のネットワークを作るのは、この赤いところが前頭葉でして、非常に人の脳で特に発達したところですが、この前頭葉と頭頂、ここはこの部分は頭頂葉、頭の頂と、頭頂葉の上のところに、ここら辺ですね、頭頂葉の後ろ、こことここら辺が注意のネットワークを構成しているところでして、その注意のネットワークから、注意すべき情報を処理するところに、あらかじめ信号を送って、ある程度活性化しておくというのが、注意のネットワークの役割でして、それで、その時に合わせて、神経収縮物質をある程度注意する、処理する場所に送っておくということが、必要になります。それで、分かってます。ちょっと待ってくださいね。12時40分。それで、ちょっと多少時間が少なくなったんで、少し急がないといけないんですが、注意のネットワークというのは、そういうことをやるんですが、次にお願いします。次のページ。それで、最後は自己意識という問題ですが、自己意識というのは、注意した事象を自分の過去の経験と比べながら、情報を処理するということで、どこでそういうことをやってるかということですが、自己意識というのは、実はですね、ぼやっとしてるときに、過去のことを思い出すとか、これから何が起こるかを組み立てるというようなことをやってるわけですが、その時に活性化する場所がここに書いてあります。脳波を測りますと、非常にゆっくりした脳波でして、それで、その時に、この桃色の広い範囲が、活性化しております。これは脳を外側から見たところ、これは左脳と右脳を分ける内側から見たところで、非常に広い範囲で活性化してまして、その活性化の様子を見ますと、こういうところに血流量、血が行くと血流量がどう変化するかっていうのがこう書いてありまして、非常にゆっくりと、これはここからここまで150秒というゆっくりした。ですから10秒単位ぐらい、20秒単位ぐらいでゆっくりと変化して、それから黒いところはそうでなくて仕事をして脳が運動や入力情報を処理したり運動を指示しているところでして、そのところの血流量はちょうど反対側に変化してまして、どうもこういうところで自己意識が生じているんでないかということで、自己意識がどういうことかという問題を次に移ることにします。で、次のページをお願いします。で、自己意識にはまあいろいろあるんですが、ちょっとこれは、いろんなことを真似するときに、猿が、人の真似をして、そして自分がピーナッツを食べてる時に働く脳部位が他人が同じことをしてる時を見ただけで働く。で、他人の行動を鏡に映すというようなことをやるミラーニューロンということがありまして、鏡に映すということを
他人の行動を映せるということは、学習をするのに非常に重要なことでして、まあそういうことも、いろいろ意識の高めるのに重要だということをお話しようと思ってましたが、ちょっと簡単ですが、これぐらいにとどめて次に移っていただき、次お願いします。はい。そこで、この、なんて言いますか、何かを生み出す力というのは何かという話を、残りの時間でさせていただきたいと思います。45分、あと多分15分ぐらいいいんだと思いますから、話をさせていただきます。意識の問題よりも何か、生み出す力、想像力というのはもっと難しくて、こんな話をしてもいいのかどうかよくわからないんですが、あえてさせていただきます。それで、この抽象化って言いますか、物事を処理、情報処理するときにいろいろな処理の段階でだんだん事象を抽象化していくということはよく分かってまして、例えば、小さい子供が犬を見ると 2,3 匹の犬を見れば、あと次に別の色が見たときにすぐ犬だと分かるんですね。犬っていうのは極めて抽象化した言葉でして、2,3 匹の犬を見ただけで、でその次に見た犬は前に見た犬と顔も形も大きさも全て違うんですが、その違いを無視して、犬かどうかという一点だけに絞ってすぐに犬と理解できる。子供はそういう抽象化機能を持ってるわけ。数について言いますと、数は1,2,3,4という整数から学ぶんですが、子供は、1個のものを見せて1、2個を見せて2、3個のものを見せて3ということを続けて何回か繰り返すと、1,2,3ということを2,3歳の子供でも覚えるんですね。こういう数は抽象化した、知識でして、その3個が何の3個の集まりでも構わないし、何でもいいんですが、そういうことの違いを無視してただ数だけを認知するっていいますか、そういう機能を人は自然に持ってます。それから、人だけでなくて動物もそういう抽象化機能を持ってまして、ただ人間は抽象化の段階が動物に比べてはるかに高度な段階まで抽象化してます。で、例えば数の操作ですと、整数という、大きな17個の集まりがあったときに、猿はどうやって17個分かるかという問題があるんですが、人間ですとそれぐらい大きいと性格を期すために 1,2,3,4,5,6 と数えるんですが、猿や動物が数えてるのか大雑把にパッと17と言ってるのか分かりませんが、多分数えてはいないだろうと言われてる。まして数に素数があるとか有理数があるとか無理数があるとか、数の概念を数を操作して遊ぶことによってより抽象化し、抽象化した事象を操作するということは多分やってないと思うので、人間だけが高度に抽象化された、操作をしているということになります。ここに私の頭で、
私の脳は画像化した例が書いてありまして、ちょうど今から25、6年前ですか、東北大に川島隆太さんという方がいまして、彼に頼んで、私が等ぐらいの数および言葉についての作業をしている時の脳画像を機能的 MRI という方法で撮ってもらったのを、のうちの2、3の画像をお見せしてます。上の図は1から10、ないし101から110を声を出さずに暗唱して繰り返しているときに、どこが活性化しているかの左の脳の様子であります。まあ、こんな簡単なことでも、ある程度広い範囲が活性化しており。で、問題は下の図で、左の脳が左、右の脳が右に書いてありまして、1から47までの素数、素数というのは他の数で割り切れない数を、頭の中で繰り返し暗唱しているときに、どこが活性化するかを調べた図です。素数は1から47ですと、1、2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、34、37、41、43、47、結構は、なんとなく覚えて早いんですけども、その時自分の感じでは、ああ、これは3で割れない、割れるかな、7で割れるかなということ、チェックしながらやってるつもりでして、そういう操作に関係した部分も入ってるんですが、で、一番驚いたのは、その時に私より若い30代の人が同じことをやりたいというので、一緒に来られまして、同じ課題の彼、脳画像を撮ります。で、47までの素数をどこでやってるかというこの図が、二人で全く同じなんですね。相当、込み入ったことをやるときに、それが新しいことであろうと、同じ場所を使ってやるということが分かって、なんとなく、人の働きの、脳の働きを鏡に映したような気になったのはありまして。まあ念のためこういう画像をお見せしております。で、次お願いします。それで、先ほどハイゼンベルグの顔をお見せしたんですが、いろいろな高度な意識、自己意識の仕事をするときには、最終的に論理的なことをしないといけないんですが、論理構造については1850年代に、論理回路について、いろいろなすでに仕事がなされてまして、それで、論理回路の基礎としてA ならば B という、ならば回路っていうんですか。A と B ならば C。論理積っていう。それから A または B ならば C っていう論理はっていう。それから A でない否定、ならば回路、論理は回路、論理積回路、否定回路等が、論理構造の基礎になる論理でして、脳を調べてみると、至るところにこういう論理回路があって、私どもの脳は論理を進めることができるということはすぐにわかるんですが、ただ、一つ問題は、例えば A ならば B という論理をとってみますと、A というところを表現する、脳部位が A という、状況を表す活性化状態をしてて、そこから入力を受ける別の部位が
B という活性化状態に必ずなれば A ならば B という論理になるんですが、ともかく非常にたくさんの神経細胞の集まりが部分的な領域を作ってますから、 A ならば必ず B というようなことが起こるはずはなくて、A ならば 99.9% は B かもしれませんが、ニューロン集団が作る集団の働きには当然揺らぎがあるので、たまにはそう A ならば B でない場合もあると、脳の働きとを考えますと起こるんですね。論理や論理責任についてもそうなんです。で、この揺らぎについて最後にちょっとお話をいたしますが、あと否定 A でないという否定の回路は結構難しくて、例えばある脳部位が A だという活性化状態を示したとしましても、外からの入力がなくなればいずれ活性化状態でなくなるので、その活性化状態は消える。消えたから A でないというわけではありませんで、 A であるという表示はいずれは長続きしないよ。例えば視覚情報ですと、一時視覚野でいろんな視覚情報を処理して A だという情報を表すんですが、 0.02 秒ぐらいで情報処理は済んでしまいますので、それが済んだら A でないというわけではない。 A でないということを表すには、大脳皮質症から大脳基底核、ここに図が書いてあるんですが、大脳基底核というところに情報が入りまして、大脳基底核から A だという情報が入ったときに、素早くそうでないという情報が元に伝わるという役をする大脳基底核の回路網が書いてあります。で、これをお話しすると長くなりますので、できれば私の書いた本等に詳しく書いてありますが、どうもいろいろな著書を見ますと否定の回路についてあまりちゃんと書いてある本がありませんので、私の本に、初めて、この大脳基底核が否定について否定の回路になるということを書きましたので、できればそういうものを見ていただきたいと思います。で、いずれにしても新しい想像力に伴う新しい概念ができたときに、その概念をいろいろ論理的に操作しないといけないものですから、論理回路についてちょっとお話をしまして、で、次の一つ前をお見せいただけますか。はい、どうも。ここに書いてあるのがハイゼンベルグさんなんですが、そこで抽象化した世界、例えば数学者ですと、数学の世界があって、普通の日常世界の他に数学の世界に住んでいる。私ども物理の研究者にいますと、日常世界での事柄の他に、それから抽象化して得られた物理の世界に住んでもおりまして、物理の世界ですと、例えば質量、力、加速度等があって、それを結びつけたニュートンの方程式なんかを考えますと、彼はそういう抽象化された事象の作る概念の世界に住んで、それをいろいろ操作して新しいことを考え出して、それで、ニュートンや、アインシュタインがどういうことを考えたかを最後にお話ししますが、ここにアインシュタインと
の書いたアダマールという人がアインシュタインのことを書いた本がありまして、でアダマール数学者ですが、アダマールやアインシュタインが創造的なことをするときにどんなことが起こっているかということを書いております。でそれをゆっくりと読ませていただいて、大体の終わりにしたいと思いますが、まずアインシュタイン、言語は書き言葉であれ話し言葉であれ私の思考プロセスには何も関わっていないようだ。私の基礎単位として働いている精神的な存在物は程度の差はあれ明確なある種の記号やイメージで、私はそれらを意のままに再現し組み替えたりできる。要するに新しい想像力には言葉は大して参加はしてなくて、言葉よりもより抽象的な何かが頭の中にあるということを言っておられます。数学者のアダマールは同じようなことを言ってますが、アダマールは本気で考えてるときは頭の中に言葉は全く存在しないと断言できる。問題を読んだり聞いたりした後でもそれについて思いを巡らし始めた瞬間に言葉はすでに消える。まあそういう話をしております。最後にハイゼンベルグの話をちょっと追加させていただくと、1967年に彼が来た時に東京で話をした後、仙台で東北大学で新しい素粒子物理についての素粒子モデルについて、アインシュタインがハイゼンベルグが東北大学で話をいたしました。私はちょっとある事情で頼まれてハイゼンベルグさんと2泊3日の仙台旅行をすることになりまして、東北大学の講演では司会をしたんですが、その翌日2人で松島に出かけて30分ほど散歩をしてきました。そうしたら彼が急にピアノを弾きたいというもんですから、松島の、旅館ホテルでピアノを借りて、たった一人でハイゼンベルグさんのクラシックな演奏を聴かされることになります。まあ大変面白い貴重な経験だったんですが、よく考えると、彼は小さい時からピアノ演奏にしょっちゅうしてたようで、ピアノのクラシック音楽の遅いリズム、あるいは散策をするとのゆっくりしたリズムと、それからハイゼンベルグの不確定性、量子物理における不確定性原理の発見等のことはどうも関係があるようでして、なんかあまり関係のないゆっくりしたリズムで何か別のことをしているときに、先ほどか、のなんかお示ししたようなあの脳の領域がある種のそのリズムに合わせて、記憶の断片がなんか突然につながって新しい考えが生まれるということを指しているような気がいたします。まあいずれにしてもちょっと短い時間にきちんとお話しすることが難しかったので、意識の問題はまあまあとして、想像力のことについてお分かりいただけたかどうかは分かりませんが、まあ何かご質問があった時にお答えすることにして、
一応話を終わらせていただくことにします。どうもありがとうございました。はい、武田先生どうもありがとうございました。すいません、今日はちょっとあまり時間がなくてゆっくりと後半の方お話を聞くことができなかったかもしれないんですけども、その後ちょっと座談会でも、もしかしたら足りなかったところをお聞きできたらなと思いますので、もうしばらくお願いします。それでは、皆さんにまたご登壇いただきますが、松田先生、塚本先生、世良浩二さん、いかがでしょう。あ、はい、持ってきました。さて、どうでしたでしょうか。面白かったです。いや、非常に。なんかもっとあれですね。もっと時間が必要ですね。そうですね。思いました、思いました。それに関してあれじゃないですか。この後、アフターサロンをやって、そこで、まあ、十分、まだ時間は、あるんで。で、いや、で、今日、今の話でですね。で、はい、図に示されて、話されなかったことが、あるんですが、結び目ですね。結び目理論との関係になってました。私も関係ということについて、武田先生は何か新しいアイデアをお持ちだということで、ちょっと簡単に触れていただけますか。ちょっと もう一度言ってください。何ですか。結び目理論の絵を最後のスライドで結び目の図だけ出ていて、それですね。はい。これはどういう関係があるのかという話。いや、これは自分のことなんで、ちょっと、なんか、話すのがおこがましいんでやめたんですけども、なんか、アインシュタインとか、なんかの先ほどお読みした、文を読みますと、ぼんやりした時に、なんか新しい考えがぼやっと浮かぶんだということで、自分のことを考えてると、昨年誕生日で97歳になった頃、ぼんやりと何か考えた時に、どうしていろいろ勉強したんだけれども、アインシュタインやハイゼンベルグのようなちゃんとした仕事ができなかったのかななんて考えてたんです。そうした時に、ああやっぱりその勉強の仕方もあるんだけども、脳の中の配線の具合が違うせいだということに急に気がついたと言いますか、急にそういうような気になって、脳の配線の具合が違うから、いくら頑張ってもアインシュタインのような考えは出てこないんだというので、それでその頃勉強していた結び目の理論というのがあるんですが、結び目というのは一本の紐をいろいろつないで、そのよじれを起こすと、そのつなぎが取れなくて、一本の丸い円のような輪になる、変えることができない結び目がたくさんありまして、ここに書いてあるんですが、どうもアインシュタインの脳の神経繊維をいろいろつないだ時にできている結び目は、例えば結び目が下の方に書いてある非常に多いような脳内回路があって、私の頭の中にはせいぜい4つか5つの結び目しかない、脳しかなくて、でこういう結び目が多いといろいろな情報が統合されて、さらに抽象化が起こる、ような可能性が強くなるので、抽象化を抽象より抽象化された世界に住むためには、結び目の多い脳が必要で、それは今更変えることができないので、それぞれの娘に応じた仕事しかできないなと。なんて絶望的な。思ったことをお話ししようかと思って、時間がないので幸いにやめたわけです。いやいや、だけどこの図で、すいません、結び目っておっしゃってるのは、その脳の両野間の軸索の束みたいなこう紐になったやつがこう結び目になってるっていうイメージですか。この紐は、
例えばある脳部位が、1万個の神経細胞からなっていったとしますと、1万個の神経細胞のうちの 他の領域へ情報を送る神経細胞がそのうちの例えば2000個としますと、はい、他の量と長い軸索伸ばしてるやつですね。束になってる、その束です。はいはい。はいはい、ああ、なるほど。だから一本一本の軸索じゃなくて、軸索の束ですね。両側を結ぶ長い軸索の束ってことですね。そうです。はいはいはい、しかし武田先生が3つ4つって言ったら私なんか全然結びなくてしょうがない、代わりにひげは結び目にしてますけどね、ひげこれ36段もあるんだろうんで結び目の少ないほど情報の混合を避けられて情報処理にはいいだと思いますが、うん、あ、じゃあ頭の人もごちゃごちゃになってるんですよね。少し多くなるとなんていうか情報がミックスして、ごちゃごちゃになるかどうかは別にして、ミックスする可能性がある。でも代わりに全然違うとこから持ってきて発想できるみたいな、そういう良さが生まれてくるっていうことですね。そういうメモは書いたんですが、はい、誰も信用、的な意味ではね、はいはい、これは人間の脳に針を差し込んで個々の神経あるいは局所的な集団神経細胞の集団の働きを今調べることは詳細にできないものですから、もしかしたら100年後ぐらいには何かの方法でできるかもしれません。だけどそういうことができると人の頭を操作するというような悪い考えも当然浮かんで、あまりいいことないかもしれませんから、なんていうか、脳はこの程度に、今の程度に分かってるのがちょうどよくて、これ以上に分かると脳を良くしようというような、悪い考えでいろんな問題が起きるかもしれない。そうですね、発達の途中段階だったらなんか結び目を増やすように発達させてやろうみたいなことを思いますよね、うん、なんかできるんじゃないかなって思いますよね、はいはい、いやだけど普通の人でもあれじゃないですか、手術して天才になることができるんじゃないですか。普通結び目ほどく方はできるけど、はい、複雑にするのは絡ませる方は、あと、亡くなった天才 の解剖すれば、ああ、両夜間のマクロなつながりぐらいは、うん。わかるんですかね。うん。あと、たまに聞くのは、脳にこう、怪我とかでダメージを受けて、回復したときに、転んでもただで起きなくて、元より頭が良くなっちゃったっていう実例は結構あるらしいですね。はい、はい。うん、ちょっと名前、病気の名前忘れましたけど、いろんな病気があって、そして、怪我をするときに、一概に悪いことはなくて、怪我をしたことで、その場所でやってたことは仕事ができなくなるんですが、その代わりに、他のことを、他のことをやってたところが、その代替わりの作業をするようになって、そうして、全く例えば、数学ができなかった人が数の操作がものすごく早くなったとか、うん、全く絵を描けなかった人が、思いもかけない絵を描いたというような例は、非常にたくさん報告されてまして、多分本当だと思うんですが、つまりあるところが障害を受けると別のところがそれを補うと、補うときに、他の補うときに別の能力がどうして追加されるかはよく分かりませんが、追加される。例えば、隣り合ったところがあって、片方が文字を認知して、片方が色を認知するところで、そうして
文字を認知するところが一部障害が起きたとしますと、色を認知するところがそこを補うので、それからあとは文字に色がついてくるというようなことは起こるんですね。ですからまあ何が起こるか分かりませんが、おっしゃる通り、悪いことだけではないという例が、報告されてますが、多分そういう例は稀な例で、稀だから特に報告をされているわけで、悪い方の例は山ほどあって報告されてないんだと思います。だから普通頭を良くするために頭をぶつけるっていうのはあんまり良くない。一か八かみたいな。大体悪い方に行っちゃうんですけど。あ、それからですね、その娘の絵の横に書いてあった絵なんですが、大脳進出と大脳基底核の絵ですよね。はい、で、はい。脳を、人工知能を作ろうというときにですね、この、はい、まあ、脳をエミュレートしようというんですが、このときに、まあ、大きく分けて2つの立場があると私は言ってるんですが、それは大脳新皮質と視床と海馬程度でもう知能は完成するんだという立場と、いやそうじゃないよと、大脳基底核とか、まあ、その他のいろんなものが全部 いるんだと、まあ、これを全脳アーキ、まあ、日本は実は全脳アーキテクチャというグループがあってですね、山川さんがやってるところですね、うんうん、だから全部必要なんだという立場と、まあ、2つある。例えばアメリカのジェフ・ホーキンスみたいな人は大脳脂質と、まあ、視床と海馬程度でいいんだと、言うんですが、先生は、武田先生はどうだと思われます？つまり知能のために大脳全部いるのか。はい、いや、全部いると思いますけども、大体記憶については、記憶場所は、主な記憶場所は3箇所ありまして、一つは海馬とその周辺です。もう一つは隣の扁桃体、感情の記憶ですね。それからもう一つは大脳基底核で、これは運動の記憶って言いますか、少なくとも体で覚える記憶は、大脳基底核で、もちろん海馬、扁桃体、大脳基底核は多くの場合に、連携して働いてますけども、必ずしもその必要はなくて、それでですから、海馬と大脳基底核は感情を別にすれば2つの最重要な記憶装置、大脳基底核を抜きにはできないと思いますし、大脳基底核である程度学習したことは全部より詳細に 小脳に移されてまして、ですからまず最初の段階では大脳基底、それで例えば何て言いますか、ある刺激に対して、必要な行動をとるときに、例えば赤ん坊は、自分でいつ這うことができて、いつ立つことができてというようなことは、3歳までは多分ほとんどの人は記憶にないんですね。最初の記憶は3歳頃と脳科学者で言われてまして、なぜ3歳まで記憶がないかというと、海馬と海馬の周辺領域の機能が十分にまだ発達してなくて、働いてはいるんですが、それを記憶に植え込むというようなところまでは発達してないというのが、多分海馬領域の海馬傍回を含めた専門家の意見でないかと思います。
なるほど。なんで、記憶装置が、働いて十分働いてないのに、はうことができ立つことができ運動を覚えられるか大脳基底核だと思います。多分、そういう事実の記憶や、メモリーはメモリーを植え込むわけではないんですが、運動の仕方の記憶とか対応の仕方の記憶を自動的に学習して記憶しているのは大脳基底核とを含むの大脳視床の回路でして、ですから大脳基底核は極めて重要だということは分かっているんじゃないかと脳科学者は思ってますけど。ただね、知能、人間の知能って実は8種類あるっていう、まあ、アメリカの、まあ、理論があるんですが、例えば言語知能とか、それから論理数学知能の他に、まあ、今おっしゃったのは、いわゆる体で覚えるという、まあ、運動知能ですね。運動選手というのはある意味非常に頭がいい。あるいはピアノを弾くっていうのも、はい、まあ、体で覚えてるわけだから頭がいい。ただ、これとですね、論理数学知能みたいなものは、関係があるのかないのか、つまり基底核が重要っていうのは確かに体で覚えるというようなことでは重要でしょうが、言語とか論理数学知能には必要なのでしょうか。はい、一応ハイゼンベルグのその東京での講演を見ていただくと、物理とか数学とか化学で、どういうふうに抽象化が行われて、どういうふうな新しい、学問ができたかが、まあ、ある程度詳しく書いてあります。で、これは西名財団からの出版物としてお読みいただけると思うんですが、ともかく、抽象、物事には実際のありのままの事実を、事実の世界と、そこからある程度抽象化した抽象化して引っ張り出した事象の作る世界と、さらに抽象化したものをもう一段抽象化して抽象した事柄の作る世界とか、違う抽象化の段階の違う世界があって、数学者とか皆さんはそれぞれ異なる世界に住んで住むことができると思うんですね。で、その違う世界で脳のどの部分を主として使ってるかということは、なんとなくは推測、ある程度は推測できますが、どうも人の脳に針を差し込んで、ニューロン集団の機能を、時間を経過とともに、詳しく調べられないのでわからないことが多いのですが、まあ僕はなんとなく抽象化の異なる世界像を、人によっては、いろいろな世界に住むことができて、で、普通の物学者ですと日常の世界と、まあ物理学の世界とせいぜい数学の世界の三つぐらいに住むことはできると思うんですが、まあ、そういう世界では、例えば、数学の世界に住んだときには、言葉はいらないって言いますか。言葉は日常世界での、言葉が多いものですから、これで、実は、ちょっとお話できなかったんですが、抽象化世界での記号は揺らぎが少ない。例えば脳の働きを考えますと必ず揺らぎがあって A なら B という論理は正確でないということを申し上げて、で、それは大した障害にはなってないんですね。間違ったって大したことない。ところが言葉を使う。言葉はある程度抽象化された
世界でして、言葉で情報をやり取りする世界で、これも言葉はそれほど正確でないんで、間違ったって大した問題は普通起きてないんですが、今度は数学の世界とか物理学の世界、記号を使うんですが、記号の意味は非常に、より他の言葉や、なんかよりはより正確で、そしてその際の記号の処理するときの論理はより正確で、揺らぎが非常に少ない。揺らぎが少ないことを考え、抽象化社会では揺らぎが少ないということを考えないと、数学者がなんで証明という言葉を使って証明したと言えるかという問題がありまして、数学者の証明は、数学者が共謀した偽りの、行事だという考え方もありますが、そういう言い方をすると怒られるので、もし数学者が何かを証明する、証明は大変なことで普通の人が見たってわからないんですが、普通の数学者が証明するということは、彼らが使っている記号はよく定義されていて、そして彼らが使っている論理には疑いがない、揺らぎがないということを、あるいは非常に少ないということを仮定しないといけないと思いますが、多分脳の働きから言うと、抽象化されたことのことを処理しているときは、脳の機能の揺らぎは小さくなっていると思っても、ただそれを皆さんがそうだと言えるように、僕が今説明するのはちょっと難しいもんですが、多分そうなってると思います。で、それは抽象化した世界での脳の働きの様子をお見せしないといけないんですが、もしかしたらできる、適当なものを見つければできるかと思いますが、まあそういう、たくさんの世界があって、抽象化の度合いが大きい世界では揺らぎが少ない、数学者は証明という時にはそういう世界で遊んでるというふうに考えております。いや、違うので面白いよね。一つおっしゃったのは、その考えっていうのは必ずしも言葉では表せないんだっておっしゃいましたよね。で、それは僕じゃなくて、アインシュタイン等が言ってる。あ、そうか。実はね、昨今のね、人工知能のが巨大言語モデルというのが発達しておりまして、まあ、GPT-3 とかいうようなものがあるんですが、これは全て極端に、あらゆる文献を読み込んで、まあ、言葉で考えてるわけなんですよ。だとすればね、そういうものからは抽象的な考えは出てこないってことになりますでしょうかね。つまり、もう一度アインシュタインを読ませていただくと、彼は言葉は書き言葉であれ、話し言葉であれ、私の思考プロセスには何も関わっていないようだ。私の思考の基礎単位として働いている精神的な存在物は、程度の差はあれ、明確なある種の記号やイメージで、私はそれを意のままに再現し、組み替えたりできる。もう、アインシュタインがそう言ってますので。まあ多分そうなんでしょう。なるほど。あ、すいません、じゃあついでに、聞いていいですか。言葉で考えているような気がしてるんですけどね。まあ、言葉の、そういうアインシュタインが考えるときの考え方と違うということでしょうか。多くの人は言葉で考えてるんじゃないですか、どちらか。いや、多くの人はね。天才は違うということですかね。
言葉で考えてるにしても、その奥になんか概念っていう抽象的なものがあるのかもしれないとは思いますけどね。だから犬という言葉と犬という概念は違うんじゃないかなっていう気はしますけどね。例えば小林さん数学から出てるから、あのやっぱり、はい、だからさっき武田先生がおっしゃったことは実感されますか？あれ声聞こえてます？はい、聞こえてます。ああ、そうですね。もう数学やってるときはやっぱり言葉は離れちゃわないと、言葉に縛られてると、なんかあのいろんな数学で考えてる概念って一つ一つが言葉でいちいち表せるわけじゃないので、もっとしかも言葉で表しちゃうとなんか思考が遅くなってしょうがないので、やっぱりもっと抽象的なところでも勝手に遊んでて、アウトプットするときに言葉にして吐き出すみたいなことをやってるような気がしますけどね。いやだから今の点はね、極めてね微妙な問題でね、うん、つまり、まあ、あんまり言うと炎上するかもしれんが、文化系的考え方とですねあの文化系的考えっていうのは全て言葉で考えるんじゃないかって気がするんですけどね。なんかね、ちょっとそこはありますよね。いや、あの私よく思うんですけど、オタクっていうタイプの人たちがいて、あの漫画とかアニメが大好きな人たちですね。で、彼はよく言葉を発明するんですよ。ツンデレとか萌え系とか世界系とか死亡フラグとか新しい言葉を発明するんですね。それはおそらく、あ、いろんなアニメ作品の共通としてこういう場面って戦争が終わったら彼女にプロポーズするんだなってセリフが入った時、あ、こいつ戦争で死ぬんだなって死亡フラグ立ったぞってこういうふうに思うっていうのは、その場面から抽象的に考えてある概念は存在するんだけど、その概念を表す言葉はないぞってことを発見するんですね。でそれができるためには言葉で考えてちゃダメなんですよね。だから言葉の奥にやっぱり抽象概念で考えるとないと無理だなと思うんですよ。なんかコメントにも来てますけど、そのいわゆる論理的な思考といわゆる創造的な思考、今日はテーマが創造力っていうことなので、うん、私はその創造力っていうものに対してはやっぱり抽象的な思考っていうのが大事なのかなというふうに取ったんですけど、うんうん、それは正しいんでしょうか？あの右脳左脳とかいうような話ありますよね、うん、ああ。想像力っていうのはどちらかというと右脳で、で絵画とか、うん、その絵の方は右脳で、言語は左脳で、その話とさっきの話全く一致してるような気がしたんですけども、その右脳左脳の解明がされるよりもっと前にそのことをおっしゃってたんでしょうかね、アインシュタインは。アインシュタインとかね、実感してたってことですよね、うん、あのちょっと言葉について一言お話していいですか？はい、はい、お願いします。あの子供が言葉を覚えるところことをいろいろ調べた研究があるんですが、例えば足すっていう言葉ですね、1足す1は2とか2足す3は5と、足すという言葉をどうやって、2、3歳の幼児が覚えるかっていうと、2つのものを持ってきて、次に足すという言葉を言って、次に3つのものを持ってきて、で、最後5という、2足す3は5というのを、その目の前でやってみせる。そうすると、足すという言葉がわかるんですが、足すという言葉をは何かって言われると、大人でも説明するのは難しいんですね。最初に覚える簡単な言葉を、例えば100個か200個のどんな言葉を最初に覚えるかというのは、いろいろな国で調べられてまして、非常に共通なんですが、最初に覚える言葉は意味を言われても答えるのは難しくて、それに対応する状況を見せて覚える、うん、ですからそういう単語、言語学者は無定義単語、定義されてない単語って無定義単語なんですね、うん、で意味はあの体で覚えてる。で赤ん坊が新しい言葉を覚えるときは、多くの最初の言葉は定義されてない無定義単語でして、
体で覚える。さて、いろいろ抽象化されて高度な科学的な業績をやるときに、今度は子供に帰って無定義な、記号を扱わないといけないんですね。で、質量とか加速度とか力っていうのは一応定義された言葉のようですが、物理学者が新しく その世界を議論するときは再び無定義な言葉に変わってるというふうに私は思ってまして、ちょっと余計な話をさせていただく。なるほど。じゃあ松田先生も物理学者ですから、やっぱ同じような感覚あるんですか？いや、だから、すべて言葉で、いや、おっしゃる通りだと思いますね。で、よく、例えば、まあ、言葉じゃなくて、絵で考えるとかね、いうことがありますよね。うん、それからですね、もう一つ、ぼーっとしてるときが想像力が湧くっていう、あれってなかなか嬉しい話。怠けてるんじゃないぞみたいな。お前サボってんじゃないかと言われて、いやいや、これ頭の中だって。これデフォルトモードとか言うんですか、武田先生。あ、はい、いや、これはアメリカにレイクルっていう人がいまして、彼のグループが、まあ、そういうぼーっとしてる時の状況を調べて、で、また、そのぼーっとしてるところは、過去のことを思い出したり、これから起こることを想像する時に働く場所だということを言ってるんですが、実は、大脳皮質の切片を切り取って、人間でないんですが、猿とか犬の、大脳皮質の切片を切り取って、脳脊髄液に近いような液に浸しておきますと、だいたい1日はまだ働いてるというか生きてるんですね。自発的に活動してまして。その自発的に活動している様子を見ると、例えば10個ぐらいのニューロンが、順番で信号を発火しているっていうんですか、信号を出している。別のところでは別のニューロンの6、7個が順番に発火していると。で、そういう状況が1日の間に繰り返されている。ですから、そういうことを調べた人は、ニューロン、大脳皮質の歌っていうんですか、皮質が歌ってるっていうか、短い歌を歌ってるっていうんですね。外から入力がなくても歌ってる。で、先ほどの、ぼんやりしてる時の状態は、それぞれの状態が、まあ、短い記憶を、そういう思い出してるっていうか、短い歌を歌ってまして、で、それが何かの拍子で長い歌の新しい歌につながるかという問題でして、で、理論的には、確率共鳴という現象がありまして、いろいろ確率的にランダムに、機能してたものが、外からゆっくりした刺激を加わると、刺激に調子を合わせて、大きな、その活動に変わるっていうか、確率共鳴という現象で、20、30年前には物理系の脳科学者で、確率共鳴がぼんやりしてるとき、あるいは安静してるときに起こるかどうかを調べた仕事がありまして、結果はあまりはっきりしないんで、
忘れ、あまり今続いてないと思いますが、ですからぼんやりした状態を、がダメだというわけでもないし、本当に想像力のもとかと言われるとまあそういう可能性があるという程度だと思っていただけばいいんじゃないかと思います。はい、なるほど。すいません、もう一個だけオチみたいなことを質問していいですか。はい、スタニスラス・デハーネという脳科学者はご存知だと思いますけど、はい、その方が、やっぱり自分の脳の中で、数学をしてるときに自分の中で何が起きてるのかって調べたんですね。はい、そしたら、なんか、はい、人の顔認識するところを潰して、そこで数学やってるって言うんですよね。で、はい、まあ、デハーネのやつ、余計なことを言うもんだから、それを聞いたから、うちの脳がもう顔認識サボってしょうがなくて、もう諦めちゃってるんですけど、武田先生もやっぱり物理されてるときに、そこ書き潰されて顔認識苦手だなっていう感覚あります？デハーネっていうのは、はい、いろいろ偉い人、よく勉強してる人で、脳の数理機能について本を書いたり、それから、論文も最近書かれてまして、意識について詳しく書かれてる、随分いろんなことを考えてる人だ。で、今お話になった、デハーネの意見はよく知りま、初めてお聞きしましたけども、はい、そこら辺の話は、脳科学者は、普通の一般の人と同じで、みんな噂好きですから、噂話と に過ぎないんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。皆さん、ちょっと私も気づく、もうそろそろ時間になっておりましてですね。この後、まだまだ聞きたいことあると思うので、例のアフターサマーありますあります。収録して、あとで、そっちの方でぜひ伺いたい、はい、もうちょっと過激な質問をやりましょうか。なので、それはアフターで。はい、アフターでやりましょう。はい、なので、こっちはそろそろ終わりたいんですけど、はい、その武田先生、最後に、これから武田先生はどのような研究をされていくんですか？最後、一言だけ短くお願いします。いや、それは、研究は100歳まで生きたらどんな感じになるのかなというのを研究したいと思います。自らが実験台になって、ですね。で、松田先生がその後を追うということですね。はい。はい、お願いします。はい。ということで、時間が来たので、最後、次回の予告をして、最後、皆さんでお別れしたいと思います。で、次回はですね、実は7月30日土曜日になっておりまして、これが早稲田大学の尾形先生をお迎えするんですが、こちら内容、塚本先生、どのような感じになりそうですか？はい、尾形先生、この人工知能の割と基礎的な研究ずっとやっておられたんですけども、その、最近ですね、大きな予算次々と当てておられて、自由エネルギー原理を使ってロボットを制御するというようなご研究です。で、それが実用的なところで非常にうまくいっているということなので、これはまあ、すごく正しい方向に進んでおられるのではないかと。いうふうなことを感じましたので、ぜひ詳しいお話を伺いたいなと思って、お願いしたところ、ご快諾いただいたというところです。なんか非常に、私も工学部なので興味深いですね。やっぱり、ロボットの研究者、意外に今まであんまり来られてなかったですもんね。AI とロボット両方やってるっていう方はなかなか、ちょっと期待いたします。で、いいですかね。ただ次回はこれじゃなくて、これはスプリング X、ね、スプリング X では7月30日ですけど、もう一つ、内部でやっている新型コロナオンラインの方は7月9日、はい、でしたね。それ自由エネルギー原理の話をするという予定になってますね。だから私がですね、この予測符号化原理とは何かという話もしたいと思います。先に、ちょっと前もってその知識を得てから。私は自由エネルギー原理、左派なので、反対意見を一応唱えておいて、尾形先生に説得されて、言いくるめられるっていう
流れになるかなと思います。はい、あ、いえいえ、その次回のね、ここの、ね、次回だからそうですね。9日の方では、生活工事さんの方から、そうですね、あの、反対論を取って、基礎的な話されるんですよね。ああ、基礎的な話をした上で、まあ、一応自分の立場としては、あの、ここができてないじゃないか、みたいな、少し苦情を言おうかな、みたいなことを考えてます。だからね、自由エネルギー原理イコール、ほぼイコール予測符号化原理なんですよ。うん、で、ですから、これが動いとるということは、うん、あの、自由エネルギー原理を使えばロボットができるという、そういう話ですよね。ということになるんですか。ちょっと楽しみですね。なので、7月9日、すみません、資料ないですけど、自由エネルギー原理について松田先生とセーラー浩司さんがプレゼンしてもらえるということですね、うん、はい、なのでそちらもぜひ、ご期待くださいということで、では皆さん今日終わりにしますがいいですか、なんか言い残したことある方はいらっしゃいませんね。ではアフターサロンの方で、続きやりたいと思います。では皆さん、画面はこのままでいいのかな。はい、今日武田先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後もう少しお付き合いいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それが皆さん最後まで ご視聴ありがとうございました。それではまた次回お楽しみください。あとこれからナレッジのなんか PR があるそうなので、よければそちらもご覧ください。はい、それでは皆さんさようなら。さようなら。はい。武田先生、松田先生、塚本先生、小林さん、安田さん、皆さんありがとうございました。ものすごいパワーですね。この後もまだ話されるということで、ものすごいと思います。チャット欄もすごい盛り上がってましたね。いろいろコメントいただいてました。ありがとうございます。私の方からは、いくつかご案内です。6月19日、日曜日、親子で学ぶ金融講座。お金の話を簡単に株式投資をもっと身近にということで、講師は金融教育実務家、キャサリン&ナンシーさんですね。ナレッジキャピタルの10回カンファレンス、あ、ここだったっけ場所。違うかな。場所、ホームページの方でご確認ください。他にも様々なプログラムを開催してますので、このナレッジキャピタルのホームページの方で、ご確認いただければと思います。そして、この後の動画に出てきますけれども、ナレッジサロンでは今新たに会員を募集しています。ビジネスマンや研究者、クリエイターや芸術家などですね、さまざまな人の出会いと交流の場になっています。会話を楽しむくつろぎの空間、そしてバーカウンター。会議室としても使えるプロジェクトルーム、さらには事故の活動を発表するプレゼンテーションラウンジなど、いろいろな施設が用意されています。ぜひこの機会にあなたもご参加ください。詳しくは概要欄の URL からですね、ウェブページをご覧いただき、ナレッジサロンの入会専用フォームからお申し込みください。はい、それでは皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。こちら、ナレッジキャピタルの YouTube チャンネルの登録の方もですね、ぜひお願いします。そしてこの後、ナレッジキャピタルについてですね、動画で詳しく紹介しますので、興味のある方はそちらもご覧いただければと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。こんにちは、ナレッジキャピタルの印南圭介です。まずはじめにナレッジキャピタルの紹介をしていきたいと思います。ナレッジキャピタルは JR 大阪駅の北側にあります複合施設グランフロント大阪にあります。デパート1軒分くらいの床面積の中にさまざまな施設が揃っています。ここで100社を超える会社や大学、そして研究機関の人たちが日々交流しながら新しいものを生み出しています。今日はこの時間を使ってこのナレッジキャピタルの中を案内していきたいと思います。
まず最初にご紹介するのはこちらナレッジキャピタルの2階にありますスプリング X です。見ていただいた通り、ピンク、緑、そして黄色などのですね、カラフルな色使いのこの空間、実はこの場所は実践的な学びとスタートアップのための施設なんです。実践的な学びとは学校での学びだけではなく、これからの社会での活動や自分の夢を実現するために必要なさまざまな分野の専門的な学びを指しています。そしてこの場所ではそういった学びのチャンスとともに、同じく新しい夢を追いかけたいだとか会社を起こしたいというような人たちをサポートする体制も整っています。この場所に集まる人たちで交流をしながら、そういった夢を実現する仲間を見つけることができるんです。普段はこの場所はカフェとしてオープンしていますので、グランフロント大阪ナレッジキャピタル2階のこちらのスプリング X、 皆さんぜひ訪れてみてください。それではこちらのスプリング X を出発して他の施設も見ていきたいと思います。ぜひついてきてください。さあ、このナレッジキャピタルの中には先ほど、言いましたようにさまざまな施設があります。例えば、先ほどのスプリング X もそうですが、こちらに今見えているショールーム群たち、これをナレッジキャピタルの中ではフューチャーライフショールームと呼んでいます。それでは、その次の施設に向かっていきましょう。ザラボ、みんなで世界一研究所の中にやってきました。ここは、さまざまな会社や大学や研究機関がそれぞれの、先端技術や開発中の、プロダクト、プロジェクトなどを紹介しています。こちらは凸版印刷のブースになります。実はこの手元の、これちょっと見えにくいんですけど、 3D マウスと呼ばれる、マウスコントローラーを使ってこの絵のアングルを操作することができます。実際にこのようにですね、自分でこれ今僕が動かしてるんですけど、アングルを変えてこの絵を鑑賞することができるんですね。それでは、この2階の、フロアから次は3階の、フロアに移動してみたいと思います。一緒に飛びますよ、せーの。3階のフロアにやってきました。皆さん全員ちゃんと3階に到着してますか？大丈夫ですか？では、3階のちょっと展示もいくつか、紹介していきたいと思います。アソブレラという、機械になります。これは大阪大学が、作ったものでして、この傘に感じている雨の振動をこの中の装置で再現することができると、そういったものです。こちらの、装置で再現された振動が伝わってきて、まるで本当に雨が降っているような、そういう感覚を体験することができます。今度はこの上の7階のフロアにあるナレッジサロンを訪れてみたいと思います。それでは皆さん、また一緒に飛びますよ、せーの。はい、7階にやってきました。さあ、こちらは、ナレッジキャピタルの7階にあるナレッジサロンです。この空間は会員制のエリアになっています。つまり登録されている人しかこの中に足を踏み入れることができません。早速中に入ってみましょう。ナレッジサロンは今ご覧いただいているように、まるでコワーキングスペースのような空間になっています。こういう個別のブースもありますし、まるでカフェのようなこういうラウンジも使うことができます。会員の人たちは皆さん自由にこの空間に出入りをしていただいて、ここの場所で打ち合わせをしたり、実際にミーティングをして、そこから何か新しいものを作ったりという活動を日々続けてくれています。先ほどのザラボが出来上がったものを人に見せるための場だとすれば、このナレッジサロンは人と人が出会って、その中で新しいコミュニティやプロジェクトを作っていくための出会いの場と言えます。これでナレッジキャピタルの紹介のパートを終わりにしたいと思います。ぜひナレッジキャピタルに足を運んでみてください。お待ちしてます。